トレシャム作、タウトンの戦いの前のオリック博の誓い、ヘンリー・トレシャムは、アイルランド生まれの歴史画家である、18世紀後半にローマやロンドンで活動した。1807年から1809年の間、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの教授を務めた、ダブリンで生まれた、王立ダブリン教会が講演する美術学校で、W ・エニスに学んだ。1775年に、 ロンドンに移るが、その後の15年間は主にローマで過ごした。その頃、ローマで活動していた、イギリス人画家のトーマス・ジョーンズや画家で、美術賞のギャビン・ハミルトンや、トーマス・ジェンキンスらと友人になった。当時のイタリアで活動するイギリスの画家の多くと、同じように、トレシャムも、イタリアの美術品を、ブリストル伯爵やコーダー男爵のような、イギリス人収集家に仲介する仕事をした。 イタリアの彫刻家、アントニオ・カノーバとコーダー男爵の仲介に立って、カノーバは現在、ビクトリアアルバート博物館に収蔵されている彫刻作品をコーダー男爵の依頼で制作した。1788年にイギリスに帰国し、当時人気のあったヘンリー・フュー・スリーに似たスタイルの歴史画の大作を描き評価を得た。1791年にロイヤル・アカデミー・オブ・ワーツの 準会員に選ばれ、1799年に正会員に選ばれた。正会員に選ばれた後、アカデミーの評議員が会員が平等に順番に選ばれるという規約通りに運営されていないことに異議を唱え、評議員の交代制を復活させた。1807年から1809年の間、アカデミーの教授を務めた。18世紀末に、 同時代の画家たちを動員して行われた出版社のロバート・ボイヤーがイギリスの歴史物語の差し絵を描かせる事業や同じように出版社で版画家のジョン・ボイデルのウィリアム・シェイクスピアの戯曲の場面を描かせた絵画を版画にして出版したボイデル・シェイクスピア・ギャラリーの事業トーマス・マクジンの豪華版の差し絵付け聖書の事業にも参加したありがとうございます